皆さんこんにちは、ロカタです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、 ASG ストームデトネーター。大人気となったアポカリプスの新機種登場。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、サイズですけれども、全長、まあこの高さですね、が約95mm で、直径が約47mm となります。重量は 174.0g、 これは BB 弾ガスを含まずの実測となります。弾丸は 6mmBB 弾使ってください。装弾数は約150発、動力源は専用ガス、カラーはこちらのレッドと、画像でちょっと出てるかもしれないですがイエローは2種類となっております。 ASG ガスグレネードシリーズの新作ということでね、大人気となったアポカリプスの新機種となるデトネーターとなっております。ガスハンドグレネードの弱点であったセットアップの複雑さを解消したシンプルかつ安全な使いやすいハンドグレネードです。上部のこのスライドスイッチのみで安全装置、バルブの閉鎖を行う簡単な操作方法で、使用後の再セットアップがとてもやりやすくなり、ピンなどのオプションをなくす心配もなくなりました。で、使い方の手順としては、まずこの上のね、このスライド、こうオンとオフで動くんですけど、オフの方にしてもらえます。ちょっとね、見えないと思いますけど、これが今オフになっております。で、 BB 弾をこちらですね、こちらから BB 弾を入れてもらいます。で、ガスじゃなくてまず BB 弾を入れてください。で、 BB 弾を150発ぐらいね、ガーって入れてから、今度はガス、この逆側のね、こちらからガスをまっすぐね、この向きで入れてください。で、スライドスイッチをこれでオンにして投げて衝撃が加わると爆発するというね、この4ステップで、爆発後はスライドスイッチをオフにすることでバルブも閉鎖されます。なので、これでまた安全にね、運搬ができると。で、気楽にね、サバイバルゲームで使用できる新型グレネード。前作のアポカリプスと比較すると形状がね、丸くなったため、転がりやすく、より激しく BB 弾を撒き散らすようになりましたということでね、実際にこの後私は食らうんでしょうね、これをね、自分で投げて食らうっていうのは結構ね、怖いんですけどね。とりあえず、この後実際にやってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。それではね、弾速は測れないんで、一発勝負でいきたいと思います。で、今ね、5分になってるんで、オンにしますよ。はい、じゃあいきますよ。せーの。ちょっと今冷えちゃって、あれからガス、ちょっと弾が全弾できてない感じなんですけど、なるほどね、アポカリプス同様、前作のね、しっかり、回って弾を撒き散らしてましたね。一応ちょっと今冷えてたかな、ちょっとね、今日気温低いんで、ごめんなさいね、この格好のまんまで言ってますけど、まあスローでもね、一応見れてると思うんで、ぜひそちらの方も見ていただきたいんでございますが、なるほど、まあしっかりガスもね、ちょっとね、音がしないタイプだったんで、どのぐらい入ってるかはちょっと分かりづらいところはあるんですけど、まあ秒数でね、大体判断してもらえればなと思うんで、音満タン何秒ぐらいなんだろうね。今ね、15秒から20秒ぐらいは入れっぱなしにしてたんですけど、吹き返しとかもちょっと分かんなかったんで、まあ、そのぐらいでちょっとやめて一回やってみたんですが、多分冷えちゃうとね、次やっても多分出ないんじゃないかなと思うんだけど、でも、そっか、まあ弾残っちゃってるからね、もう一回強引にやってみるか。この感じでちょっと音してんのかな、音ちょっとしてるか、
これで待ってたらいいのかな。結構だね。まあでも容量考えたらそうかな。150発っていう量もね、丸井さんのねこの BB ローダー、大きいサイズの方が300発ぐらいだったっけ。結構な量。あのこれはもういっぱいなんじゃないのかな。もう一回じゃあ行ってみますね。じゃあね、オンにしていきます。おう、あ、前段出た。やっぱコツはあれだね、しっかりとガスを最後まで入れ切るのが重要だったみたい。はい、私もちょっとこれ新型初めて使ってみたんで、前回は多分あったかい時期だったんで、レビューしたの。しかも俺一人だったと思う。今回ちょっと寒い時期なんでね。なるほど、結構冷えてる。これ中は多分キンキンだね。こう外側のこの硬質ラバーみたいなのの越しで冷えてるからね。まあしっかりガスを入れてやれば、今のね衝撃ぐらいでもう確実に、爆発してたんで、サバゲーでも非常に使いやすい商品だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ね、なかなか面白い動きをねやっぱねしてくれました。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは ASG ストームデトネーター。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。